百鬼夜行連合学院所属、百花繚乱の作戦参謀、桐生桔梗。今後も良好な関係でいるためにシャーレの仕事を手伝うよ。もちろんその分こっちも手伝ってもらうつもりだけど、そういうことだからよろしくね先生。これは私への信頼の証？それともあんたの気の迷い？どっちでもいいけどね。私こういうのはちゃんと倍にして返すタイプだから覚悟しておいて。面白くなってきたかも。今日も忙しいの？ああ、分かってるよ。私のことは気にしないで。あんたが仕事をしている間、ここでおとなしく座ってるから。おかえり、先生。はい、ここ。私の隣に座って。今から仕事、するんでしょ？シャーレの仕事を手伝ってくれてありがとう。先生、私があんたの手伝いに来てると本当にそう思ってるの？私は百花繚乱の参謀だよ。シャーレの分析なんてとっくに終わってる。その気になればシャーレを無力化させることなんて造作もないんだけど。今のは冗談。そんな顔しないで。当番の仕事って思ったより単調なんだね。もうちょっとドラマチックな展開を期待していたんだけど。さ、何でも言って。当番は先生の命令に従う、そういう契約でしょ？違う？あんたが地道にこなしている仕事は全部キヴォトスのため。中には私たち百花繚乱のためにやってることもある。そうでしょ？うん、先生に会えてよかった。本当に無言でいなくなったりしないで、常に私の目の届く場所に、体温の伝わる距離にいて。望みはそれだけだから。明けましておめでとう先生。言いたいのはそれだけ。だって今ここにあんたと私がいる。他に何か必要？あんたの誕生日？そりゃ覚えてるよ。あんた以上に今日という日を楽しみにしてたんだから。おめでとう先生。有意義な一日を送るための作戦ならすでにできてるから。さ、出かけよ先生。そう、今日は私の誕生日。もっと気持ちを込めて祝って。この後の予定も全部キャンセルしてね。今からあんたの時間は全部私が独り占めする予定なんだから。トリックオアトリートだよ先生。いたずらとお菓子、さ選んで。お菓子にするの？つまらない人。じゃ今度は私の番。私は当然いたずらにするよ。はい、じゃあ先生は何をしてくれるのかな？メリークリスマス先生。七面鳥でも買いに行く？たまにはこういう雰囲気に乗るのもいいかなと思って。こんなものを渡すなんて一体何が望みなの？だって取引ってそういうものだよね。何を企んでいるか知らないけど、くれるなら遠慮はしない。
あれだけ言われてるのに、まだこんなもの。あんたって本当に変な人。あんたのおかげで私は成長した。否定はしないよ。これは客観的な事実だから、お礼くらいは言っておく。先生、距離近いよ。嫌とは言ってない。あ、先生、どこに行ってたの？私も目の届くところにいて、先生の行為確かに受け取った。次は私の番、覚悟しておいて。私があんたを頼りにしているのは事実だから、約束して、あんたも私を頼るって。退屈。シャーレと言ってもこの程度なんだ。私は百花繚乱だもの。半端なことはできない。次の作戦、今のうちに立てておこう。どこか落ち着ける場所は。先生、仕事終わったかな。ブルーアーカイブ。